ございます。で、シラさんもおいしかったこれ、こっち、2番、2番のマイク使ってきます。はい、あ、これね、はい、これバンヘイデンなんですか、うん、はい、もうこれギターもろそうですよ、そうそうそう、本当時代ですよね、あのでかいアンプで鳴らすやつって感じですよね、そうそうそう、こういうアンプで、でもバンヘイデンはあの音の使い方がやっぱうまいんだよね、はい、あのすごいこうブルージーな感じの音も出すし、こうやって沈んでいけば出すしね、お母さん、もうちょっとこっちに来てください、はい、お見合いができるように、いや、それはもう亀じゃない、なんで君あんなでしょ、なんであんなでフィーリングカップル1対1本当に亀じゃない、もうすっごい嫌だったもん、相手が断ってきた時にほっとしたからね、え、本当にそうだったんですか、本当に使ってるから、もうなもう本当勘弁してくれて、もう親に反抗して、また親も泣きながら飛んでくるぐらいの感じだったからおかしい、おかしい、本当の話だったんだ、こんな冗談言いませんよだそうです、今日これ流しちゃっていいのかなあ、どうしよう、カットできないよ、この間カットしちゃったんですけどね、ああ、そうなんですか、最初のあの曲流れてるところ、うん、この間ちょっと業務連絡っぽかったら、あ、まっすぐ、あ、ごめんなさい、ここに映っちゃうとあれかな、うん、じゃあこうすればいいかな、はい、でもワンヘイデンやられてるね、俺じゃのメンバーでまたやりみたいなね、あ、そうですよね、動画が載ってたから、はいはいはい、一緒に喧嘩して終わらせたからね、やっぱり合ってますよね、でも DVD ですね、DVD ですと、いきます、どうしましょうか、あ、ちょっと待ってね、これ、ここ流してくださいね、どうぞ、はい、どうぞ、もう行きます、はい、どうぞ、はい、はい、ここから内海としかつらバンドピース同じ空の下から EM がつなぐ環境浄化のコーナーです。見返りを求めないボランティアが世の中を変える NPO 法人地球環境共生ネットワーク、通称 U ネット、ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 EM ウェルネスリゾート、ホテル&スパ、コスタリスタ沖縄のご協力でお伝えいたします。このコーナーは EM を活用して私たちがすぐできる環境改善を紹介してまいります。まず EM の説明です。EM は安全で有用な微生物を集めた共生体で、1982年に沖縄で生まれました。EM には食品の発酵に用いられる乳酸菌や酵母、太陽の光を利用する光合成細菌などが含まれており、自然に優しい農業や汚れた環境の浄化などに用いられています。また、全国各地で EM を使った川や海の浄化活動が実践されていて、貝や水草、小魚などが増え、生物豊かな環境が回復した事例が多数見られます。はい、はい、柴さん、はい、こんにちは、もう内海さんお久しぶりです、ね、久しぶりそうですよね、柴さんもお休みがあったからね、そうです ね, ね、お休みとか2週ぐらい来てなくて、ね、そう、それでほぼ3週間ぶりぐらいですか、1ヶ月、そう、1ヶ月近いですよね、そうでしょう、うん、どうでしたか、三重の方は内海さん、あ、よかったっ、なんか逆質問でも、もうね、うん、あれですよ、団子ね。ね。あれ楽しいね。あ、ありがとうございます。うん、あの定期だの高級の高級ボールのね。はい。あの重さでね。はい、なんかこう、なんていうの？水切りじゃないけど、はい、川に石を投げて遊ぶ感覚ですよね。はい、はい、うん。だから、あ、みんなが放ってないとこ放ろうかと思うんだけど、距離があったりするから。でもまたかっこいいんですよ、投げてる姿も、ね、あの。ブログにもアップされてますね、内海さんの。かっこいいでしょ、はい、はい、はい。天気も良くてね。そう、ね、良かったですね。はい、そう、うん、ボルトじゃない、ベルトみたいになってたけど、ね。昼も夜も盛り上がったみたいですね。ね、はい、夜も、ね、はい。夜はすごかったですよ。うん、内海さん、ライブしてくださって。EM ソング4回くらい歌って覚えてくださってる方もいるんですよ、合唱になります、そう、嬉しい、まあ、ありがたいね、
本当に。はい。はい。ですね、それで、まあ、8月ですね、まあ、東京近辺でですね、イベントが8月と9月の頭にありますので、ちょっとその紹介をさせていただこうかなと思っております。はい、で、まずですね、8月21日にですね、はい、生ゴミリサイクル交流会っていうのがございます。で、これも去年はですね、この主催のですね、NPO 堆肥化協会さんっていう方が、ところが、主催してるんですけども、去年はそこは事務局長が出演して、告知に来たと思うんですけども、もう1年も昔のことだから、あれですが、相田節子さんという方なんですけども、いらっしゃいました。はい。そうですね。で、毎年、早稲田大学の公会堂でやってたんですけど、今年はですね、ちょっと会場を明治大学に変えて、はい、やります。8月21日にですね、明治大学リバティタワーですね。はい。で、最寄り駅は JR の御茶ノ水駅になるんですけども、はい。で、そこで、朝のですね、9時半会場で、はい。で、文化会含めて16時半まで、はい、たっぷりと、生ゴミのリサイクルに関しての、勉強会というか、はい、セミナーを開催いたします。リサイクルということ、だから生ゴミを、土に変えたりっていうことを、はい、要するに、資源化して、はい。で、どういうふうに、生ゴミを有効利用していくかっていうことを、この体育協会さんにずっとすることを、テーマに、生ゴミをもう燃やすんじゃなくって、資源として有効活用する、こういう社会づくりっていうのを常に、なんていうんですかね、啓蒙、普及啓蒙されてる NPO さんですよね。で、今度、今日紹介する、この、2つのイベント、8月21日のこの生ゴミリサイクル交流会と、もう一つですね、9月の2日にですね、これは、EM 製菓さんが主催のですね、イベントがあるんですけども、これどちらもですね、食育のですね、吉田と清水先生がですね、出られるんですね。はいはい。この番組でも初期の頃に、吉田と清水先生の本をプレゼントしたんですけども、はい。生ゴミリサイクル、8月21日の方ではですね、基調講演でですね、吉田と清水先生が講演されるのと、あと、9月の2日の方でもご講演をしていただくということになってますね。先生の本とっても面白い。すごく面白いですね。浅井さんはい、はい。やっぱり、このどちらの大会もですね、この、食というものが、最終的なテーマになってくると思うんですけど、生ゴミをリサイクルするっていうのは、食のあり方を見直す機会でもありますし、それにまた、これをリサイクルするということは、このリサイクルすることが目的じゃなくって、そこからまた何か生産することが本来の目的ですから、そうなるとやっぱり食っていうことに最終的に返ってくるんですけど、そういった部分ではですね、子供たちに食っていうものの大切さとか、あと、楽しさっていうのを伝えてるっていう意味で、吉田と清水って本当に食育のエキスパートですから、はい、今もうだってコンビニ行けば何でも揃っちゃうからさ、そうですね、だから生ゴミが、どうしてそうなるかっていうのを知ることによってやっぱりこう、食べ物のね、この縁じゃないけど連鎖みたいなものがさ、はい、そうですね、なんとなくこう実感できるといいですね、そうですね、まず生ゴミっていうものをこれを土に戻すっていうところから吉田先生教えられるんですけど、でその時こう土に戻すのは誰がしてくれるかっていう時に微生物っていう生き物がいるんだよと、で皆さんも食事するみたいに微生物も食事するから、で微生物が食べやすいようにしてあげようっていう、その何て言うんですかね、この生き物をいたわるっていうか、相手をいたわる心、気持ちっていうのをまず教えていって、で、その中で命が循環していくことを教えていって、で、吉田としみ先生とかはもう極論されてるんですけど、自分たちが汚いと思ってたっていうものが、それが次の生物の餌になってて、結果として自分たちの食べるものに返ってくる。要するに、汚いものっていうのの裏側に自分たちの命の糧になるものがあったっていう。深いね。はい。そういうね。で、そこをこう柔らかく子供たちに教えていくんですけども、やっぱり、都市に生活してると、食べ物っていうのが、お金に変わるもので、スーパーとか、お店に並んでるものでしかないんだと思ってるよね。でも、本当は、植物は根を張って、で大地からエネルギーもらって育ってるし、でその命の一部をもぎ取っていただくっていうことですし、やっぱりそういったことを子どもたちが一切わからないんですよね。でもいただきますってのは命をいただきますって、そうそうそうなんですよね。
柴さんが言ってたんだっけね。いや、私はそんな高尚なことを。なんか、そんな話を聞いたことはい、はい、うん。それで、まず、生ゴミから、うん、土に戻して、うん、そこから命が生まれて育っていくっていうことを、うん、それで、植物も本当にいろいろね、乾燥とか、うん、強い日差しとか、うん、いろんなものに耐えながら生きてるんだよっていうことを、うん、植物の状態を説明しながら教えていって、うんうん、で、最終的に、子供たちも自分で育てた食べ物っていうものが、うん、食べるところまで行くと、かわいそうって思うみたいなんですよね。うんうんうん、植物であっても。うん、でも、そこをあえて食べるっていうことの意味を教えてあげると、喜んで食べて、うん、みんな野菜嫌いがなくなってくるっていうね。そういった。そういうふうにこう、はい、回ってるってことをさ、なんか大人だって分かんない分あるからね。そうですね。コンビニ買って食べてパッと捨てれば、まあ、残り物は捨てるっていう感覚で、そうなんですよね。うん、っていうか、もっと言うと、買った野菜とかでゴミすら出てこないようになってしまう。あるよね。はい。そうそう。まあ、便利は便利。そうなんですよね。ありがたい本ですよね、それは。その本は。でも、本当にね、便利さ追求すると、うん、本来何で生かされてるかっていうのが見えなくなってしまうんで、やっぱり、やっぱり日本人ってもともと僕は農耕民族だと思うんで、うん、本来のところ原点に回帰するような機会ってやっぱり、うん、定期的に必要なんだと思いますね。はい。うん、もう一つイベントが。そうですね。それ9月の2日ですね。はい、これ、EM 生活さんの、もう、まさにですね、この食育をテーマにした、イベントなんですね。で、これ、私、かやば町って読むんですかね。なんて言うんですか、もやもや、もや、私、ちょっと、何町でしたっけ。かやば町でいいと思う。かやば町ですか、はい。うん。で、であるんですけども、9月の2日日曜日ですね、はいはい、東京証券会館8階ホールというところなんですけども、もし興味があれば、まあ、Uネットにですね、あと問い合わせていただければ、はい、申し込み書を含めて、チラシもご案内いたします。で、これはですね、タイトル、微生物と本物野菜の美味しい話ということで、まあ、親子で参加していただけるような企画になってまして、はい。それで、なんていうんですかね、要するに、先ほど話したみたいな野菜っていうものの、本当にいいもの、食材っていうのはどういうことかっていうこととか、それで、そういった食材を、なるべく取り入れていって、で、子供たち、野菜嫌いの子供たちの、を持ってるお母さんとかに特に聞いてもらいたい。で、そういったものをどうやったら、子供の好き嫌いを直せますかとか、また、本当にいい食材に触れさせることによって、教育上、こんなメリットがありますよとか、うんうんうん、あとやっぱ子供の記憶力とか、うんうん、あとイライラしないとか、うんうんうん、そういった部分でもすごくやっぱり食物っていうのは影響するみたいなんですよ ね、うん、ね、はい、もう私もすごく心が痛いんですけど、ね、昨日二郎ラーメンとか食べてきて嬉しいことに入場料が無料なんです、はい、入場無料です、あ、両方とも、はい、両方とも従事もですね。そうですか。はい。ぜひぜひ、田中先生もお話。そうですね。田中先生のお話もあります。ぜひ、田中先生のお話は聞いた方がいいですよ。はい。うん。はい。ということで。柴さん、プレゼントは、はい、すいません。縦横ピッチャーですね。はい、はい、そうです。縦横ピッチャーですね。1名様で。はい、1名様、縦横ピッチャーと縦横ピッチャーに入れられる EM セラミックスをセットで、はい、はい、プレゼント1名様にさせていただきます。はい、ね、ぜひぜひぜひ、うん、これは私も。ね、そうですね。でも、ほら、ね、まだ間に合いますからね。うん、はい、プレゼントの応募はファックスですと 044-711-1400 です。e メールですと kst@kawasakifm.co.jp すべて小文字です。おはがきですと郵便番号 211-8566 川崎 FM で OK です。内海利勝ラブ&ピース、縦横ピッチャーでも EM のお水でも何でもいいですから、ください。はい。住所、氏名、電話番号、お忘れなく。はい。お待ちしてます。言っちゃった。来週は柴さんですか？はい。また私がお邪魔いたします。はい。じゃあ楽しみにしております。はい。ありがとうございます。それではまた。また来週、ね、はい。はい。次のコーナー行きます。はい。はい。すいません。ありがとうございます。